箱根八里は1901年に発行された中学章歌に書出の章歌である鳥居誠の作詞、滝連太郎の作曲による題名の箱根八里とは旧東海道で小田原塾から箱根塾までの四里と箱根塾から三島塾までの四里を合わせたもの。東海道では大井川と共に難所として知られていた。箱根孫歌でも箱根八里は 馬でもこすが、こすに越されぬ大井川と歌われる。歌詞は二連で一番に、昔の箱根、二番に、今の箱根の副題が付けられている。広く知られている歌ではあるものの、李白の監視、食道難の一節、一夫投石数を爆くが歌詞に織り込まれるなど、漢石に見られる古事や古典、歴史に由来する事項が多く盛り込まれている。歌詞に登場する、観古石は、 中国の長安と落葉の間、長安のある漢中の地への入り口を訳する石書で、王朝の使命を制する要衝として有名であり、四季における男の流法と諏訪の交互の工房やもう、将君の故事などで知られ、また、諸君の賛同は、諸君の地、すなわち、四川盆地を守るに固い要害としている山中の難所でやはり流法の天下取りへの備えとなった故事がある。いずれも、 箱根の関所のある山道の険しさを、関石古典に名だたる難所要外に例えているものである。曲は、夜なぬき音階で書かれ、リズムは、ぴょんこぶしあり三連ふありで、バラエティに富んでいるが、歌詞にマッチした、勇ましい行進曲調のものである。現在では、箱根登山電車小田原駅、箱根湯本駅、ゴーラ駅の発車メロディや、箱根登山、ケーブルカー、 箱根登山バスの車内チャイムとしても使われている。1、箱根の山は、天下の玄関古席も物ならず一万畳の山、千人の谷前にそびえ、後方に笹くもは山をめぐり、霧は谷を閉ざす昼なお闇き杉の並木王朝の、小径は苔めらか、一部席に当たるや、数をも開く、梨殿下に旅する豪気の武士大東越しに足だがけ八里の、ねえ踏み鳴らす、かくこそありしか。 王子の武士に、箱根の山は、天下の祖は職の賛同数ならず一万丈の山、千人の谷前にそびえ、後方に笹福もは山をめぐり、霧は谷を閉ざす昼なを闇木杉の並木王朝の、小径は、苔なめらか、一歩席にあたるや、数をも開く、なし山屋に仮する豪気のマスラを領住方にはラジがけ八里の、根、ね、踏み破る、格こそあるなれ、当時のマスラをなお原始では、 最後の行は、くこそありけれ、金字のマスラオである。箱根八里は、発表直後から現在まで、様々な替え歌が作られている。その中で一番知られているのは、明治から昭和初期にかけて活躍した演歌詞、神長明月によるスカラーソングである。スカラーソングは、箱根八里のパロディであるとともに、風刺歌で、一番では月給鳥、二番では、 芋書生の貧しく哀れな窮状を訴えている。一、なんだ、神田の神田橋、朝の5時頃見渡せば破れた洋服に弁当箱下げて、テクテク歩きの月給取りや救援自動車飛ばせる。新種を眺めほろりほろりと泣き出す。神よ仏よよく聞きた。前、天保時代の者の夫武士も今じゃ、哀れなこの姿内では、山の神が、ボタンかがりの手内職十四の娘は、 タバコの工場匂いはすれど刻みも吸えないいつでもお金は内務省よ。くこそあるなれ生存競争の活舞台に金こそ泣ける天下の死断じきするもののならず一銭はありゃ。焼き芋二銭はありゃあん。パン前場でかじり後へに探る雲か。山か踏み破るお腹は、弁正しくしく土よりも真っ黒な木綿の破れぎぬ小倉の白ばかは赤で滑らか一輪に買うや買わずの薄っぺらなる。 さつまげた程度に旅する豪気な書生は、大道は、狭しと肩で、風切り下宿屋の四条半者天下を論ずる、くこそあるなり二十世紀の芋書生現在、小沢昭一が選んだ恋し懐かし、流行り歌に収められている。ありがとうございます。